ダーネル・アンソニー・ファー・ロングは、イングランド・ベッドフォード・シャー・シュールートン出身のサッカー選手。プレミアリーグ・ウエスト・ブロムウィッチ・アルビオン FC 所属。ポジションは DF。11歳の時にクイーンズ・パーク・レンジャーズ FC のユース・アカデミーに入団。2014年にトップチームに昇格。2015年2月21日のハルシティ・ AFC 戦でプロデビューを果たすも、その試合で、 暴走動が発生。前半32分にファーロングがニキツ・イエラビッチに危険なプレーを仕掛けたことから、両チーム間で乱闘騒ぎが発生。その際に、ジョーイ・バートンがトム・ハドルストーンに暴行したとして一発、退場処分となり、試合も1から2で敗戦。2014から15シーズン、QPR はプレミアリーグ再開に終わり、エフルチャンピオンシップに降格。 翌2015から16シーズンからは、ノーサンプトンタウン FC などに、ローン遺跡でプレー2016から17シーズン途中からは、QPR のレギュラーに定着した。2019年7月23日、ウエストブロムウィッチ・アルビオン FC と4年契約を締結。2019から20シーズンの WBA は、2部リーグで2位に入り、 プレミアリーグ復帰を果たした。ありがとうございます。